皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのレミです。今回は役に立つ動画ではないんですが、うつ病あるある動画を作ることにしました。私自身は2018年にうつ病とパニック障害、胃腸障害を発症し、今も治療を継続中です。その経験をもとに同じうつ病患者さんに共感していただけそうなあるあるを話していきたいと思います。では行ってみましょう。身体不調がえぐい。もう意外なんですけど、うつ病って身体不調がすごいんですよね。単なる気持ちの落ち込みとだけ捉えられてしまうことが多いんですけど、私の場合はメインが身体不調でしたね。腹痛とか吐き気とかだるさとか、で人によっては頭痛がしたり熱が出たり嘔吐したりっていう方もね、いると思います。実は思ってる以上に身体不調に悩まされる、これがうつ病の辛い部分かなと思います。次は痩せる。これはうつ病初期段階の話です。とにかくご飯が喉を通らなくって、食べても気持ち悪くって、どんどん痩せてきましたね。私の場合は30キロ台ぐらいまで痩せてしまって、もうガリッガリになって、職場の人にやばい病気になってるんじゃないかって心配されましたね。次は副作用で太る。ところが今度は抗うつ剤の服用でどんどん太りました。抗うつ剤の中には副作用で食欲を増進するものもあるんです。もちろん痩せてしまった人は栄養をつけないといけないので、この副作用はありがたい面もあるんですけど、油断してるとプクプク太っちゃうんですね。次は医者を信用できない。皆さんは主治医を信頼できてますでしょうか？私は最初の頃は全然医者を信用してなかったですね。特になかなか薬が合わなかったり、病気の辛さを軽く見られたりして、どこの病院に行ってもたらい回しっていう感じで不信感をかなり抱いていました。結果的にちゃんと適切な治療を受けられたおかげで回復したんですけど、そこにたどり着くまでは不信感の塊っていう感じでしたね。次は涙が止まらない。うつ病初期の頃は本当に泣いてばっかりでした。辛いことがあればもちろん泣くんですけど、そうでなくても会社のこととかを思い出すたびにもうボロボロ泣いてましたね。あと薬を飲むと感情が抑えられるんですけど、それでも辛くて無理やり泣いてた時とかもありましたね。次は感情的になる。これは人それぞれかと思います。無気力になるとか感情がなくなるっていう人もいると思うんですけど、私の場合はかなり感情的になってました。すぐに怒ったり泣いたりと激しかったと思います。皆さんはどうでしょうか？次は風邪をひきやすくなる。あんまり知られてないかもしれないですが、うつ病になると免疫力が低下します。あと食べ物をちゃんと食べれてなくて栄養失調になってたりするので、風邪をひきやすくなりますね。私もしょっちゅう風邪をひいてました。今ではだいぶ風邪ひきにくくなったかなと思います。次はすぐ疲れる。これはうつ病初期段階の頃もそうだったし、今でも引きずってる部分ではあります。とにかくすぐ疲れます。寝ても疲れが取れなかったり、ちょっと活動しただけでぐったりしたりとかですね、目に見えないしんどさなので周囲に理解してもらえないっていうところがまた辛いですよね。次は家事ができない。うつ病初期の頃はめちゃくちゃ体調悪くって寝込むことが多かったので、家事どころではなかったですね。食欲もなかったのでご飯を作るのが苦痛だったのを覚えてます。あとガリガリに痩せちゃったので、自分の体を自力で起き上がらせることもできなくって、なので家事は全然できなかったですね。次は書類が書けない。これが意外と辛いんですね。書類とか文字を見ると頭が破裂しそうになってました。難しい文章が全く読めなくなったり、漢字が読めなくなったり、言葉を理解できなくなったりしたんですよね。あと書類を書こうとすると息が吸えなくなったり、お腹が破裂しそうになったりとね、本当大変でした。次、精神薬が怖い。初めてね、精神薬、抗うつ薬を飲む時はもうすっごく怖かったのを覚えてます。他の薬と違って、かなり体への影響が大きいと感じました。最初は副作用が強く出るので、フラフラしたり吐き気がしたりぼーっとしたり、なんか自分が頭おかしくなってるんじゃないかって感じてたので、精神薬怖いなと思っていました。飲む前から精神薬はなんとなくやばいものなんじゃないかなって思い込んでたので、なおさらですよね。もちろん慣れてきたら全然平気になったので今ではもう大丈夫なんですけど、それでも最初はかなり怖かったですね。次、上司が怖い。休職中は上司からの連絡がかなりきつかったです
ですね。週1くらいのペースで上司から連絡が来てたんですけど、とにかく焦るし不安になるし怖いしで、もうよく泣いてました。本来上司からの連絡って NG なの皆さん知ってますでしょうか。私はそういうことも知らず、まあ、無理して返信をしてたんですけど、まあ、本当に精神的に苦痛であれば上司からの連絡って返さなくてもいいはずなんですよね。まあ、そこら辺は人事や総務の人に確認を取るといいかなと思います。次は孤独を感じやすいです。休職してた頃ね、孤独をすごく感じてました。うつ病を患ってる人って周りにねなかなかいなかったし、同じような状況の人が誰もいないってなると、なんか自分一人だけこんな思うしてるんじゃないかって不安と孤独に襲われますよね。私は SNS を絶っていた時期もあったので、ますます孤独が強くなりました。もしかしたら孤独を紛らすためには同じような病気仲間と SNS でやり取りをするってこともメンタル的には必要なことかもしれないですね。次、お金の不安がつきまとう。うつ病になって休職してる間は一応傷病手当金が出るので生活はできるんですけど、その後はどうしようって不安がすっごい強かったです。このままうつ病が続いてたら仕事もできないし、どうやってお金稼いだらいいんだろうっていう不安がね常にありました。次は波があるです。うつ病にはねかなりこう波があるんです。一日の中でも朝がすっごくだるくて具合悪くって、夜になると少しずつ落ち着いてくるとかね、あとこう月単位で体調がこう変化していって、良くなったって思ったらいきなりズドンと落ちてしまうっていうことがあったりします。体調崩すたびにもう絶望して泣いてましたね。まあ、波はかなりあるんですけど、少しずつではありますが回復ねしていくはずですので、まあ、焦らずに治療していきましょう。次、回復に年単位でかかる。まあ、とはいえですね、回復には年単位かかることは考えておいた方がいいかなと思います。よほど軽症の人じゃない限り回復には相当時間がかかります。私は3ヶ月くらいでね治るって思ってたんですけど、それは、かなり軽症の人に限りますね。だいたい以前のように生活できるようになるまで最低1年くらいはかかると思ってた方がいいですね。次、一生このままじゃないかと思う。そう、うつのどん底期って一生このまま自分は動けないんじゃないかって絶望しちゃいますよね。でもそういう時期って絶対に続かないんですよ。必ずこう少しずつ回復します。きっと良くなって動けるようになる日がやってきます。なので一生このままなんじゃって不安になる必要はないので大丈夫です。次は SNS 見るのがきつい。インスタとかフェイスブックとかでキラキラしてる人の投稿を見るとやみますよね。仕事うまくいってる人とか結婚して子供いる人とかの情報を知ると、自分は何やってるんだって落ち込みますよね。なのでリアルでの SNS 私はもう全然使わなくなりました。それが結局、まあ、メンタル的には効果あると思います。次、友達との予定を立てられない。割とこれが私にとって辛かったことの一つですね。友達を誘ったり自分が誘われたりしてもその日体調を崩す可能性もあってドタキャンしちゃうかもしれないですよね。なので前もって連絡取って予定立てるっていうのがなかなかできなかったですね。友達に会いたいんだけど会えない、会う日が近づいてくると不安になってくるとかね、あるあるじゃないかなと思います。次、理解してもらえない。そうですね、これがかなり辛い部分かと思います。目に見える病気ではないのと心の問題と思われてしまうっていう点からなかなか周囲には理解してもらうのが難しいです。経験したことない人からは心ない言葉をかけられることもありますよね。まあ、ただ理解してもらおうと努力するってエネルギーもいるし、相手をコントロールすることは不可能なので、ある程度割り切ってしまうのも大事だったりします。被害妄想が止まらない。これ私よくあったんですけど、ありもしないことを想定して病んでました。上司にこう言われてるんじゃないか、同僚にこう言われてるんじゃないか、被害妄想ですね。まあ、大概それらの妄想って外れてるので、まあ、やるだけ無駄なんですけど、ついつい考え込んでしまいますよね。次、動物になりたいと思う。これね、共感してくれたら嬉しいんですけど、道を歩いてる野良猫とかを見るともう羨ましくなってました。鳥とかね見て、いいな、自分も動物になって責任から逃れて自由に暮らしたいなとか思ってましたね。なんで人間に生まれてしまったんだろうと
とか思ってましたね。次、心理学や哲学にハマる。病気になってから図書館とか本屋行ってたくさん本を読むようになりました。そこで心理学、哲学、仏教とか栄養学とかいろんなものにハマりました。それでメンタルが回復してきたっていうのもありますね。ここら辺にハマるっていうのはあるあるじゃないでしょうか。次、健康に興味を持つ。今までは健康とか医療とかそういうものに無頓着だったんですよね。でも病気をしてからはテレビの健康番組を見るようになったり、本読んだりネット記事を読み漁ったりして、だいぶ健康オタクになりつつあるなと感じますね。はい、ということで今回はうつ病あるあるを私の経験をもとにいろいろお話ししてみました。いかがだったでしょうか。共感したよっていう方はぜひいいねボタンお願いします。この動画の感想質問とかがあればぜひコメント欄で教えてください。ではまたね。